どうも小林です。2021夏イベントで待機装備可能な缶が多く必要と感じたので、今回は現在実装されている待機装備缶をまとめてみます。今回紹介していくのはダイハツ系統または特認識内科艇が装備できる缶をまとめていきます。三式弾や待機ロケランは含めていません。また待機装備のおすすめの装備例も一緒に紹介したいと思います。まずは待機装備可能駆逐から見ていきたいと思います。駆逐艦はコンバート改装を含め、ダイハツと内科艇を両方装備できる駆逐は現在11隻、ダイハツのみ装備できる駆逐が7隻、内科艇のみ装備できる駆逐が7隻います。まずダイハツと内科艇を両方装備できる駆逐は、種類の違う待機装備を1つ装備させるのが理想の形ですね。ダイハツ系統から陸戦隊、特認識内科艇、待機ロケランの WG42 が理想ですね。WG42 がなければ、4式20センチ待機分身砲でも代わりになりますが、最大ダメージは WG42 の方が高いです。陸戦隊内科艇を回収で量産するのが大変ですが、集積地や砲台など昼戦でダメージを出すのに、3種装備できる感が重要なので、育成をしておきたいですね。待機装備3種装備できる駆逐艦は多い方がいいので、まずは設計図を使わないで改装できる艦を育成していくのがおすすめです。ベール縫い、朝潮を買いにて、水潮を買いに、霞買いに、霞買いにおつもですね、と文月買いに、さつき買いにが設計図を使用しないで改装できます。特に優先したいのは改装レベルの一番低いベール縫い、そして運も高めで魚雷カットイン艦としても運用できる霞海に、ダイハツや陸戦隊の回収ができるサツキ海に、他の艦も育成おすすめしたいですが、他大体レベル70後半以上が改装レベルになってくるので、この辺は大変だとは思うんですが、少しずつ育成していきたいですね。設計図や戦闘商法を使用する艦は他の艦種の改装が落ち着いてきたら進めるのがいいと思います。次にダイハツ系統のみしか装備できない艦ですね。この場合は陸戦隊1、主砲2本装備で、野戦連撃を意識すると、ソフトスキンタイプに大ダメージを出すことができます。また3種装備できませんが、2種装備で残り1つをサポート装備で、野戦対策の単焦灯や、ソナー1個で先制対戦ができるなら、ソナーを装備という方法もあります。待機装備が足りない場合に、ダイハツを装備させる人もいますが、この装備の仕方はダメです。なぜかというとなんですが、ダイハツと陸戦隊、これ同じ系統の装備をする場合なんですが、この場合回収値が平均値になってしまいます。今回の装備例だと、ダイハツ無回収と陸戦隊回収マックスなので、どちらも回収星5として扱われてしまいます。どうしても待機装備3つ装備させるんであれば、この場合だと待機ロケラン2積みの方がいいですね。ただダイハツ系統だけの駆逐は待機艦として使うより、イベントでは輸送作戦が少なくとも1回は必ずあるので、輸送要員として育成しておくといいです。この分類の駆逐では川風海に、睦月海に、如月海に、有明海、三日月海が設計図戦闘処方を使わずに改装できます。特に三日月海はレベル20で改装ですぐに用意できます。有明も入手方法が通常回帰だと5-4で限定ドロップで限られてますが、持っていれば早い段階で改装できるので輸送用に用意しておくのがおすすめです。次に特認識内科艇のみ装備できる艦ですね。この場合ダイハツと内科艇が変わったぐらいで、基本は主砲に内科艇でハードスキンタイプの野戦連撃装備になります。ただ内科艇の量産が大変なことと、内科艇のみの駆逐はほとんどが設計度を要求する艦なので、育成の優先度は低いかなと感じます。いたらこういう装備も選択肢に入るようぐらいに思っておけばいいです。次に駆逐以外の待機装備艦を見ていきたいと思います。軽巡は駆逐艦と同じようにダイハツ系統のみ、内科艇のみの艦がいます。両方装備できる軽巡が7隻、ダイハツ系統のみが1隻、内科艇のみが2隻です。その他艦種では水母揚陸艦が両方装備可能ですね。残りは各艦種で特殊なタイプで待機装備できる艦が数隻います。まずは軽巡から見ていきますが、軽巡も基本的に両方装備できるなら駆逐艦同様3種装備が基本になります。軽巡だと増設が特殊だったり4スルある艦もいるので、駆逐より装備の運用方法が広がります。まず夕張海人特はスロットの多さからダイハツ内科艇を装備しつつ、主砲2本装備で野戦連撃も可能です。ユラ海にも増設に副砲が装備できるので、夕張海人特より火力が劣りますが、待機装備2種と野戦連撃ができます。
また内科艇しか装備できない能代矢作海にも増設に複砲装備で対地3つ装備で野戦連撃が可能です。水星にも対地特攻があるので矢作海に落ちたら水星で制空補助しつつ対地3種装備ということもできますね。ゴトランド・アンドラも陸戦隊の水爆の2種装備などできます。まあ、ただ陸上型に対して水爆は枯れやすいのであんまりこの装備はしないかと思いますが、この辺りの軽巡は火力も高いので主砲2本、偵察機、陸戦隊または内科艇で昼連撃させるのも強力ですね。軽巡の対地装備艦はほとんど設計図や戦闘情報が必要になってしまうので設計図足りない方だと増やしていくのはなかなか難しいかもしれませんが、唯一立った会員だけが設計図不要で改装できるので、もし設計図が足りないけど対地艦増やしたいなら立った会員の育成がいいかもしれません。他では夕張会員特やユラ会員がおすすめ、またアブクマ会員がいるとダイハツ陸戦隊の回収日が増やせるのでこれもおすすめですね。能代矢作ゴトランドは改装レベルや改装資材が重いので改装は大変ですが、いると編成の幅が広がります。その他監視を見ていきたいと思います。高順で現状唯一ダイハツ内科艇が装備できる最上海に特、増設に複砲を装備させれば対地3種にさらに野戦連撃まで可能です。これができるのは最上海に特しかいません。水母もダイハツ内科艇両方装備できるので駆逐同様3種装備が可能です。日清やコマンダンテストがいれば4スローを活用し対地装備2種、主砲2本で野戦連撃も可能ですね。水母は軽順と運用方法が近いですね。また水母は搭載数多い艦もいるので対地ロケランを水星に変更して制空補助しつつ対地装備も できます。自分の 6-4 の攻略の秋津島にはこんな感じで装備させてますね。揚陸艦で限定的ですが新州丸の増設に内圧系統の AB 艇が装備できるので、所持しているなら対地装備3種プラス野戦連撃が可能です。ただイベントだと揚陸艦がルートに影響あったり低速艦ということで情報が少ない時に使いにくい印象ですかね。そして戦艦で唯一装備できる長戸型海に、長戸海にがダイハツ系統、陸海にが内科艇。陸海にはあまり使うことがないですが、長戸海には対地ボスに対して陸戦隊装備で連撃装備もありです。特殊砲撃の一斉射で機関を長戸海ににして2回対地装備込みの攻撃で陸上型を攻撃する方法もあります。一部軽空母や潜水艦の対地装備艦は省略しましたが、この辺は運用方法がかなり限られているので、以上で内発内科艇の対地装備艦の紹介は終わりになります。一部入手方法が限られる艦がいますが、全艦種から見ると数多くいるので駆逐に限らずいろいろな対地装備艦を揃えていくことでイベント高難易度での陸上型対策ができるかと思います。もちろん装備を回収して作るのも重要なので、装備を揃いつつ育成をして次回陸上型対策をしていきましょう。この動画は以上になります。この動画が少しでも参考になりましたら励みになりますので、高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。